午前7時55分ごろ、道央道の新千歳空港インターチェンジから苫小牧方向におよそ1キロの地点で、追い越し車線を走っていた軽乗用車が中央側にある緑地帯のポールに衝突しました。この事故で車に乗っていた男女4人のうち16歳の男女3人が病院に搬送されました。いずれも意識はあるということです。軽乗用車は屋根がへこんでいて、ポールに衝突した後一回転した可能性があります。車を運転していたという男性は、後ろの2人が車から飛び出たとしていて、警察はシートベルトの着用状況を含め事故の原因を調べています。